はい、じゃあ続きやります。セットアップは済ませてありますね。俺ね、このモスっていう機体あんま好きじゃないですよね。なんかちょっとなんかねダサいよねあ、好きな人いたらごめんなさいね。で、あれ何をやってたんだっけ。指令室行けばいいのかな。あ、違うの、ちょっと、どうかしたか、詳しい作戦は明日知らせる。それまでしか、招待テント、うん、こっちか。あ、休むね。トークとかどうだろう。サンダース気にすることはありません。ちゃんと味方部隊を教え救えたんですから。あー、まあこれからは俺の活躍の場がもっと増えるわけですね。それはどうだろうな。マシュちょっと今怪しいよ。今マシュクオリティやからね。今バンツァーの高高度空港空挺効果すごかったですね。ああ、だがなんで、なんで春にだけ返事したの。ちょっとああ、だがどんな気分だろうな。バンツァーに乗って飛ぶというのは。明日からは大規模戦闘ですか。自分はこのような規模の作戦に参加するのは初めてです。ウォン、ずっと喋ってなかったけど。結構喋れるじゃん。あ、出ちゃった。ちゃいよ。どうだろうね。ちょっとね、今ね、仕事の、1時間前でございますね1時間かかっちゃうかな。あれちょっと、休むがなくなっちゃったんだけど。ちょっと休むがないんだけど。あれ、もう休んだのかな。休んだってことにしよう。行こうぜ、このコマンダルーム。あ、来た。よし、みんな集まったな。作戦の概要を説明する。そこで我々は、64機動戦隊を中心に突破口を開き、本体が個々に制圧を行う。その他のバンツァー部隊は3手に分かれて左右支援と後方警戒に当たってほしい。ケビン、お前の隊はゲイル隊と共に左翼の支援を。なんだ、ゲイル隊。ゲイル、誰？将尉が部隊を危険にさらしてまで敵に攻撃を仕掛けたという話を聞いているが本当なのか？それが今関係あるのか、ゲイル隊。彼の口から直接聞きたい。ああ、だが、あの時戦わなければ補給部隊が。認めるんだな、大佐。俺は彼と組んで戦うのは断る。冷静な状況判断もできない兵士と組んで自分の命を危険にさらすのはごめんだ。ここにいる他のみんなも同意見だろう。まあ、そりゃそうだな。確かに、言ってることはもっともだわ。しかし、左翼の支援部隊の戦力が維持できん。いや、私の部隊だけで十分だ。めちゃめちゃ自信家だな。なら、俺の部隊に手伝いをしてもらおう。面倒は64機動戦隊が見る。文句がある奴はいるか？グリーグ大佐。大佐だっけ、グリーグって。いないようだな。七割大佐、それで構わないか？よかろう。グリーグ隊長、いいやつだな。以上だ。作戦開始は13時。敵はもう逃げ場がない。死に物狂いで来るぞ。注意してかかれ。解散。さてと、気に入らねえな。お前のことじゃねえ。あのゲイルってやつだ。まあいい。俺たちは準備にかかる。足手元になるなよ。了解しました。おい、お前ら仕事だぞ。今度はどこを攻めるんですか？フリーダム市庁舎だってよ。ゆう、大物だね。だが今回はゲイルと一緒だ。特殊部隊だかなんだか知らないが気に入らん。ああ、気に入らねえな。裏でこそこそ動きやがって。出世したいのはてめえの勝手だが、そのために他人の命を使いやがるようなやつだ。自分勝手ってことなら隊長だって負けてないぜ。はちげえねえや。くだらねえこと言ってねえで。出撃の準備だ。なんか味方だと心強いよね、地獄の壁もね。マジ地獄の壁強いからな。まあ、とりあえずね、セットアップは済ませてあるので、もうこのまま行っちゃいましょう。行っちゃっていいのかな。ここか。他になんか、緊急ミッションとかないよね。ないっすね。じゃあ、行きましょう。今、イルバーナに戻れないんだ。イルバーナだっけ？ニルバーナだった。イルバーナ、すいません。別のゲームでした。僕がやってるいつものゲームですね。すいません。
いやー、名前似てるからついね。なんかめっちゃフリマみたいになってるけど、何度来てもここは通さん。ちょっと待て、あの赤いバンツァー舞台も朝か。地獄の壁、ユー、よーし、やろうども。主力部隊への道を作るぞ。デイブとゲッター支援車両、ビーバスとミリカのバンツァーをそれぞれ攻撃しろ。俺とジョシーは正面突破をかける。オーケーボス、地獄の壁のゆえんを教えてやる。近づく暇もなく撃ち落とす。あんなオンボロ部隊すぐにスクラップにしてやるぜ。あー、たっぷり痛ぶってやる。このなんかこう掛け声みたいのは、地獄の壁のなんか儀式みたいなもんなの。なんかこう、なんつうの、あれね、ルーティーンみたいなさ。どうしようかな。地獄の壁に経験値取られんのはもったいないので攻め入るぞ。行こうぜ。これがサンダース。サンダースはね、割と当てになるんでね。マシューとね、マシューかな。マシューが一番ちょっと不安要素ですよね、こちらの。地獄の壁も操作できるの、マジか。これちょっと考えちゃうな。どうしよう。結構いいの、もうかっこいいな。これフロストかなんかでしょ。なんだ、機体かっけえよな。ちょっと見たいんだけど、ちょっとこの橋2本ちょっとね、使っていこうかな。地獄の壁はこっちで、我々はこっちみたいなね。地獄の壁に経験値与えても別に仲間になるわけではないからな。正直ちょっと知ってはいるんですけど、昔ちょっとね、攻略サイトを見てしまったので、仲間にならなくはないんですけど、地獄の壁の、最後は皆さんご存知だと思うので、さすがに OCU 編をやってない、僕の動画も見てないみたいな両方の方はいないと思うので、地獄の壁のことは、皆さんご存知だと思いますのでね。隊長がね、最後どうなったかも知ってらっしゃるとは思うんでね。ちょっと待って。春行って。アタック、レオソーシアルね。結構強いっすね、敵。敵バンツァー強いね。マシュ、頼むよ。そこはサンダースでいいから。で、こっち3ある。ちょっととどめさすの早かったかな。まあいいけどね。で、ちょっと、サンダース頼むよ。モンストロ。お、強っ。いい。で、ライフル外すんですね。でもいいよ、いいよ。もう、無力化したからね。素晴らしい。でも、体調攻撃できないですね。正直言ったら地獄の壁の中から一人だけ仲間になるんですよ。ちょっとメンバーのなんか誰かがね。なのでね、レベルを上げといて、その、ダイバートになって仲間になるっぽいんで、今レベル上げといてもしょうがないから、やっぱ経験値はこっちでいただいた方がいいんじゃねえかなと思ってんだよね。だからやっぱ、
自分らで倒すのが一番みたいなとこは多分。隊長こいつ、いや倒しちゃって、もうそろいや隊長強い。隊長はもう、あんま攻撃させなくて、あスピード来たね。スピードスイッチ、僕の大好きな方。なんかね、やっぱデュエルだっけがね、強いみたいなんですよね、スキル的に。あ、じゃあこっちか。あれ遠すぎるよな。こっちか。あれ家だったわ、ただ。家？あー、やべ、戦車じゃん。やべ。前回苦戦を強いられた戦車じゃないですか。前回、いや、前々回だな。あー、やべ。やばい。ちょっと待って。戦車先に潰してえな。いいよ、マッシュやるやん、やらんけ。ああ、ちょっと春どうしようか、怪しいな。サンアール打ち込んどっか。どっちにしろ射程圏内でも遠距離は反撃されないのでね。アタック、こいつなんかもう無力化されてるか。こっちかな、こっち先に。そう、あ、なんかデュエルが強いみたいな話して途中だったな。あのね、なんか、なんかね、あれ、グリーグ隊長もしかして、両手ライフルなんすか？両手ライフルかっこいいなぁ。ゲッタ、ちょっと待って、ミリガン。ミリガン遠距離持ってるよね、多分。イーグレット。そう、デュエル。危ない！もうデュエルの話ができない。もういいや、もう。なんかね、デュエル使っちゃうと難易度がそう下がる気がして、あんまり、使いたくないんですよね。どうしようかな。これ。なんでね、スピードスイッチで難易度上がりすぎても、まあ正直ね、面白くないかなと。動画的にもね。なのでちょっと正直取らないようにはしてます。そりゃもうレベル上げてボディだけずっと打っていけば全然勝ててしまうのでね。おお、一撃ゲッタやるやんけ。あ、経験値入んないね、やっぱこいつら。入んないね。やっぱ倒させるの無駄だわ。スキル持ってれば。あれ、補給者いるじゃん。スキル持ってればさ、まあ、デュエルだったり、あ、なんだっけ、あれ、ガイドだったりね、持ってれば、もう無力化しといて、あとでこいつらで美味しく経験値をいただくみたいなこともできるんだけど、隊長は、じゃあ、装甲車かな、これ。今日ちょっと、濃度の調子が悪いっすね。サンダース、マッシュ。今日割と活躍してるマッシュくんは、戦車落としてください。戦車がマジで邪魔なので。おい、一発しか当たらないってどういうことだい？ちょっと、何、天狗になっちゃったかな。あ、補給車通そうぜ。輸送機だった。補給車。どうも補給車って言っちゃうな。そうだな、こいつかな。ガイド。ノーガイドで。よし。
ちょっと待って、あと誰か動いてなかったっけ。サンダース、サンダースな。輸送機、輸送機潰していこう。いやー、思ったより時間かかってるな。ちょっと動かすね、ユニットが多すぎてね。デイブ、あれ、そいつもう無力化されてんの。いや、そんなことないな。エンパイア、グリーグ隊長は持ってるんだね、スイッチを。ただな、隊長に攻撃させちゃうとちょっと経験値もったいないのでね。こいつにゴルディアス、ゴルディアスの方が強いのか。よし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 。隊長ミリガン、あ、アタック、倒してっちゃおうかな。倒しちゃおうか、もういっちゃおう。経験値なんか、まあ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 、あれよ、コロシアムで稼げるのでね。リバスグリーグ、もういいや、倒しましょう。もうここはサクッとね。まあ、時間かけてもしょうがないので。隊長、隊長、隊長、何やってんすか隊長。ゲッタ君、ゲッタ君、女子何も役に立ってないな、こう。はい、行きましょう。もうこいつは動けないね。地獄の壁に囲まれてしまったので。相手のロボットもかっこいいな。あの輸送車、いや、じゃあ装甲車か、装甲車動かないね。隊長何もできねえな。マーシー、あれ、マーシーじゃねえ、サンダースか、これ。どうしようかな。サンダース。先にマッシュ動かそうかな。ここからアタックしちゃえばいいんじゃないの。頼むよ。よし。よし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 。いいよ。今日は割と活躍してる。いいよ。ハルは、こいつ潰して。なんとも言えないですね。まあいいか、これで経験値ボディでいただいておきましょう。よし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 。そろそろファイトも鍛えていきたいかな。あ、ちょっと待って、これが隊長か。デイブ、あ、ちょっと待って、ちょっと女子を、じゃあせっかくだから、全然届かないですね。移動力しょぼ。リーバス、リーバスか。アタック、コルディアス、これ倒せるかな。オッケーオッケー。戦車狙いに行った方が良かったかな。サンダースは、じゃあこれだ、輸送機ね。輸送機だっけ、補給車じゃない、輸送機ね。輸送機って言うからなんかな、なんか空飛んでる感じになっちゃうよね。よし、ボーン。ちょっとゲッタ君結構危ないよ。戦車を、じゃあミリガンで、いいな、地獄の壁操作できるっていうのは、ちょっと熱いな。やっぱり地獄の壁って、かっこいいかね。昔からね、地獄の壁好きなんですよね、やっぱり。みんな大好き地獄の壁なのでね。いいな、なんか、ライフル二丁持ちかっこいいな。なんか、の、なんか縛りプレイじゃないけど、
縛りプレイやってるつもりはないんですけど、なんかね、ライフル2丁でいこうか。絶対ね、マシンガンの方が強いんですよ、どう考えても。うん、マシンガンのスイッチスピードガイドつけたらもう敵なしなので、うん、ライフル2丁持ちいいかもしれない。なんかね、かっこいいよね。ちょっとなんかそれでいこうかな俺今回ね。あんまり楽勝すぎてもおもろないのでね。うん、よしよしよし、あ、上がったね。これで全部かな、倒したかな。お、終わったね。よし、雑魚は片付いた。あとは視聴者を落とすだけだ。よし。よしよし、全然被害なかったね。うん。今回は、まあ、味方多かったからね、今回はね。まあ、地獄の壁も含めてね。ここは多分、本来ならば経験値をどれだけ自軍のユニットに与えられるかどうかってとこなんだろうけど、フリーダム戦闘区域。お、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 お。あ、このまま次行っちゃうのかな。ちょっと一回セーブして、うん。あれ？やべやべやべ。ちょっと、やべ、ハードディスクを圧迫されてる。じゃあちょっとまあ今日はこの辺で一旦終わります。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。